この人のあだ名は、宝太郎だ。本名は水ちゃん。家では二番目、強いと呼ばれ。若い頃、武芸を身につけ、特に締め技、とても強い。高校よりはどう？極意用の足は、あの人の大影だ。崔先生倒退绝技果然名不虚传，过奖了。崔先生好身手。这位是我大日本国内的柔道高手，想和先生切磋一下，不知先生可否答应？在下甘愿认输。不不不，还是崔先生警告一招。哎，大姐，这小泉先生怎么就认输了呢？你们不是有句俗语吗？叫高手一交手便知有没有。在下家中有事儿，就此告别。崔先生请留步。我有个请求，不知先生可否答应？请讲。崔先生武艺高强，我想请先生留下教我的手下摔跤绝技。嘿嘿，崔爷，这可是八竿子都够不着的好事啊。啊，我家中事忙，不能从命。崔先生，伊达亚君，何をやってるのか？なんでそんなことやってるのか？南桑，太君，送客，崔爷。小泉君、今晩は君の一番気に入り、洋歌手の曲目だ。ムーグイン、コアソイ。13本は結構有名な
给一下的哟。秀子，秀子，是我错怪了崔兄弟。老李，我们得给老崔讨个公道。对，咱不能让崔老爹死得不明不白。